連日暑い日が続きますが、兵庫県上郡町では涼しげな音色を響かせるスズムシの出荷が最盛期を迎えています。上郡町の松井スズムシ研究所では、代表の松井さんが都会の人にもスズムシの音色を楽しんでもらおうと50年ほど前から養殖を始め、今では全国から注文が寄せられています。スズムシの透き通った美しい音色は、オスが求愛行動などの際、前羽をすり合わせることで発せられるものです。作業場では成長させたスズムシのオスとメスを選別する作業が行われていて、9月頃までにおよそ8万匹が出荷されるということです。愛好家の方からのね、いろんなこうお問い合わせやご注文があって、次々と発送させてもらっておるんですけど、非常に喜んでいただいております。注文は松井スズムシ研究所のホームページや電話、それに近畿圏内の郵便局でも受け付けています。